はい、ということで歌う柔道家の松大地でございます。パピオスの明石市民広場で探査機はやぶさ2の模型が公開されているということでね、この裏に、まあ、あるんで行きます。展示場の周りにはこうしてたくさんのはやぶさ2の展示物説明や、またはやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの模型などが展示されていました。はやぶさ2をよく知らない人のために少しだけ説明をしておきましょう。はやぶさ2というのはですね、まず何をしに小惑星に行くのかということなんですけれども、小惑星に着陸し小さな岩石などのサンプルを採取し地球に持ち帰るためであります。小惑星は地球など惑星の元になり、太陽系が生まれた頃の様子をよく残していると考えられています。持ち帰ったサンプルを地球で詳しく分析すると生命の元になる有機物などが見つかり、太陽系の歴史なども詳しくわかると期待されている。宇宙のね、成り立ちがこのはやぶさ2によって発見されるかもしれないというね、そういう感じでございます。